メリクリー。クリスマスってさ、恋するみんなにとって重大イベントなわけだったら、私がサンタになんなきゃ嘘っしょ。はい、召喚記念うマスターの顔ウケる。それじゃあマスター、一緒に恋を届けに行こう。やっぱ JK にサンタって完璧だし。霊気再臨。姿は変わらないけど、間違いなく私とマスターの記念ミッション。オッケーマスター、写真撮ろっか。こっち寄って寄って。よりバリッと動けるようになったし、子供たちにガンガンプレゼント配りに行こっか。サンタとして期待されてるんだから、そっちの仕事もバッチリこなしてかさっしょ。レーリンオッケー。だいぶサンタも様になってきたと思わない？写真も思い出もだいぶ増えてきたけど、ここまで来たら最後まで恋のサンタの応援よろしくだし。はいマスター、プレゼント。驚いた？サンタなんだし、当然ここは抜かりないっしょ。お返し？今もらったじゃん。笑顔が私にとって最高のプレゼントつうか。納得してない顔じゃん。わがままだな。それじゃあこれからもトナカイとして私に付き合ってもらうってことで、一緒にクリスマスの奇跡見に行こう、マスター。マスター、小耳に挟んだんだけど、マスターはトナカイ役ってことらしいじゃん。じゃあサンタである私をたくさんいろんな場所に引っ張って連れてってくれるってことだよね。マジ楽しみだし。マスターごめん、難しいことはマスターに任せて私は言われたことをするだけって前に言ったけど、今はちょっとわがまま言わせてくれると嬉しいっつうか。だって私サンタだし。ただマスターに従うだけじゃサンタ失格っしょ。サンタとしてやんなきゃいけないことがあるわけじゃん。恋届けなきゃじゃん。だから私のことを手伝ってくれたら嬉しいなみたいな。よろしくだし。願いが叶う聖杯か。今の自分とは噛み合わせが悪いっつうか、今はいらない感じっつうか。そもそもさ、恋は最後は自分の力で実らせるものじゃん。だからもし聖杯が手に入ったらマスターにプレゼントしてあげるし。はっ、これってサンタっぽいじゃん。マスター、小耳に挟んだんだけど、マスターはトナカイ役ってことらしいじゃん。じゃあサンタである私をたくさんいろんな場所に引っ張って連れてってくれるってことだよね。マジ楽しみだし。マスターごめん、難しいことはマスターに任せて私は言われたことをするだけって前に言ったけど、今はちょっとわがまま言わせてくれると嬉しいっつうか。だって私サンタだし。ただマスターに従うだけじゃサンタ失格っしょ。サンタとしてやんなきゃいけないことがあるわけじゃん。恋届けなきゃじゃん。だから私のことを手伝ってくれたら嬉しいなみたいな。
よろしくだし。願いが叶う聖杯か。今の自分とは噛み合わせが悪いっつうか、今はいらない感じっつうか。そもそもさ、恋は最後は自分の力で実らせるものじゃん。だからもし聖杯が手に入ったらマスターにプレゼントしてあげるし。あ、これってサタっぽいじゃん。マスター遅いっしょ。もう退屈だったじゃん。もしかして恋人できちゃったとか。恋のお膳立てまでがサンタの仕事だし、お膳立てだけでいいのかって。当然じゃん。みんなの大事な思いは私が勝手に伝えていいほど軽いものじゃないっつうか。そういう気持ちはさ、自分で伝えるのがやっぱ一番っしょ。かしこまり。マスターってさ、クリスマスプレゼントの届け方にこだわりあるタイプ？靴下に置き配するのとかどう？夢感じたりする？それもいいけど、手渡しも嬉しい？気が合うじゃん。私、手渡し派だし。やっぱ喜んでくれる顔見れたら私も嬉しいし、またハッピーになってもらおうって頑張れるっしょ。マスターは手渡しオッケーと。マスター遅いっしょ。もう退屈だったじゃん。もしかして恋人できちゃったとか。メリクリメリクリ。見て見て、喜んでくれそうなものたくさん用意したし。マジキヨシな。こんな夜は星もプレゼントもピッカピカだし、マスター救いまくっちゃうし。やっぱプレゼントは上がるっつうか。うん、クリスマス最高じゃん。でしょ。マジキヨシな。こんな夜は星もプレゼントもピッカピカだし、マスター救いまくっちゃうし。